はい、皆さんこんにちは、エマグです。さて、前回の動画でですね、後ろにあるこちらのね、モニター、こちらにねモニターアームをつけたことによってデスクの上がねだいぶ広くなってね、使いやすくなりました。ただね、今後はですね、あとカメラ、それから照明とかもね、ちょっとセッティングをしていきたいなというふうに思っております。というのもね、今カメラとか照明とか都度ね、まあ、セッティングしたりとかしててね、非常にめんどくさいんですよ。なのでもう思いついた時にパッとね撮影が始められるように、ある程度セッティングを決めてしまいたいなというふうに思ってます。でね、一応ねあそこに照明置いてあるんですけども、あれ実はあのマンフロットの照明スタンドに、まあ、照明をそのまま置いてあるというような感じなんですけれども、あれね角度的にもうちょっと本当は下に向けたいんですけども、ユニバーサルジョイントっていうんですかね、あれがね90度ぐらいしか曲がんなくて、もうちょっと下を向いてくれないんですよね。ちょっとねお見せしましょうか。はい、というわけでね、こちらですね、スンウェル製の照明になるんですけれども、これのねここの部分ちょっと見てもらいましょうか。でこれですね、マンフロットの照明スタンドにこんな感じでぶっ刺して、でまあここね、ネジ締めするというような感じで止めてるんですが、ここのネジを緩めることで、まあ、角度の調整ができるようになってます。でこれね、作り上真上に向くようにはなってるんですけれども、92、3度ですかね、より下には、まあ、向かないような感じになってます。まあ、なので、まあ、この付属のユニバーサルジョイントを、まあ、照明スタンドにそのままつけて使うとね、まあ、先ほどもお話した通り、まあ、向けたい位置になかなか向かないというような課題がありました。あとですね、実はここにね、カメラをセットしてるんですけども、ちょっとね見てもらいましょうか。はい、これね、ベルボンのクランプキットに V4 ユニットっていうものをつけて、まあカメラをね、載せてる状態なんですけれども、ちょっとね、これも問題がありまして、まあ、ちょっとどういうことかと言いますと、でこの V4 ユニットなんですけども、ここのねハンドルを回すことで、まあぐにゃぐにゃとねいろんな方向を向けることができます。あとですね、ここのハンドルを回すと伸びるというような感じで、結構ね、自由度高くカメラをセッティングできるのかなというふうに思ってたんですけれども、まあ、ちょっとね落とし穴がありまして、中心部分からですね結構後ろに長めのポールが出てまして、まあ、これがねハンドルになってるんですけども、これが実はですね邪魔で、後ろにすぐ壁があるともうそれ以上動かせないというような感じで、後ろにね壁がある場合には結構自由度がね、だいぶ制限されてしまうので、意外とね、使いにくいということがね長年使ってて分かりました。というわけで、この辺の悩み課題をねなんとか解決しようといろいろ悩んだ結果、こういうものを購入してみました。マンフロットのオートポールってやつなんですけども、まあ、僕も初めて買ったんでいまいちねどういうものなのか分かってないんですけれども、ちょっとねこれを開封してちょっとセッティングをね今回はしていきたいなというふうに思ってます。でその他にもね結構いろいろパーツ何種類か買ったので、まあどんどん拡張させていければいいかなというふうに思ってます。それではね早速見ていきましょう。はい、こんな感じのね、ポールが入ってました。多分ね、この辺が特徴的な部分なんじゃないかなと思いますが、ちょっとね、使い方いまいちよく分かってないんで、ちょっとね説明書見たいと思います。はい、というわけでなんとなく使い方理解しました。まずですね、ここのね赤いボタンを押しながらこのハンドルを上に上げる。はい、そうするとね、ポールがね上に伸びるようになりますね。でそのままね、このハンドルを下に下げると、まあ、これだけなんですけれども、まあ、どういう仕組みになっているかというと、まずはですねこの上のポールをバーッと伸ばして、まあ、天井にねビタッとくっつけます。でその後ね、このハンドルを下に下げると、ここの部分がね 2-3cm、3cm ぐらいかな上に浮き上がるので、ビタッとね、固定されるというようなね仕組みになってるみたいですね。まあ、それではですね本来はねちょっとあそこにつけようと思ってるんですけど、一旦ねここでねちょっといろいろ試してみたいなというふうに思います。でこのポールなんですけども、この上の部分にね多分天井とかを傷つけないようにこんな感じのゴムがね、ついてます。まあ、ただねこれだけだと、まあ、天井に傷をついたり、なんか最悪の場合天井にね穴が開いたりすることもあるみたいなので、ちょっと一応対策ということで100均でねこんなコルクボードっていうんですかね、マグカップとかコルクボードだと思うんですけども、これ買ってきたんで、これをねこんな感じで、まあ、上につけて、まあ、天井にね、つけたいと思います。それではねちょっと早速やってみましょう。まずは上のポールを天井まで伸ばします。でこのハンドルをガッと締めると。はい、というわけでね、こんな感じで設置しました。まあ、そこそこね、がっちりついてますが、
まあいわゆるあの突っ張り棒の上位互換みたいなね、もんなんじゃないかなというふうに思います。まあ結構ね写真スタジオとかでも結構使われてるものなので、まあ作りはね結構しっかりしてると思います。でここからはですね、これに取り付けるいろいろなスーパークランプとかね、なんかそういうのがいろいろあるんで、それをちょっと開封しながらとりあえずここでつけていきたいと思います。で後でねあっちに、設置し直したいと思います。それではね行ってみましょう。はい、それではね、購入したものを1個ずつ見ていきたいなというふうに思います。まずこれですね、マンフロットのスーパークランプってやつですね。はい、こんなようなものが入ってました。でこれね、ここを回してポールにね、取り付けていくんだと思います。はい、こんな感じでね、取り付け終わりました。結構ねしっかりくっついてますね。で、ここなんですけれども、ここにね、スピゴットが入れられるようになっていて、でこの真ん中がね4分の1インチネジになってますね。でこれにですね、まずちょっと照明をつけたいと思うので、こちらのスピゴット、これを挿して、最初に見せたユニバーサルジョイントをまずつけていきたいと思います。はい、というわけで照明つけ終わりました。で先ほどまではですね、ここのユニバーサルジョイントがですね、まあ、真上を向いていたので、まあ、90度傾けてもなかなか下の方をね、向けるっていうことができなかったんですけども、今回ですねこう真横に向けているので結構下の方まで向いてくれるようになりました。というわけでね、これでね結構やりたいことをできるんじゃないかなというふうに思います。それからですね、カメラもですねちょっとね取り付けたいなと思って、あとね2つほど商品購入しています。まず1つ目こちらですね、これもねスーパークランプになるんですけれども、先ほどのマンフロット製と違って、トキスターっていうメーカーなのかなの製品のスーパークランプになります。まあ結構ねマンフロット製品よりも、ちょっと値段は安いんですけども、評価はねそこそこ高かったので買ってみました。まあ、先ほどのマンフロット製のスーパークランプとまあほぼほぼ同じ作りになってますね。これがねスピゴットで、これが真ん中が回ったね4分の1インチネジなんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、スーパークランプとスピゴットがね同梱されているので、まあコスパはね結構高いんじゃないかなというふうに思います。まずはね取り付けてみたいなと思います。はい、あとはですねカメラを取り付けられればいいなと思ってアームもね、購入してみました。こちらもね、マンフロット製になります。はい、こんな感じのね、アームになりますね。であとね、別パーツでこういうのも入ってまして、まあ、ここにね、カメラを取り付けられるようになってるんだと思います。はい、それじゃあね、ここにアームつけていきましょうか。はい、こんな感じでね、カメラ乗せてみました。今ね一番アームを長くして使ってるんですけれども、まあアームの長さとかにもよってね強度変わってくると思うんですけども、今だいたいこんな感じですね。うん、多少ぐらつきますけど、まあ、特に触らなければ、うん、しっかりと止まってるような感じなので、まあこれで運用したいかなというふうに思います。はい、というわけでこのセットをですね本来置きたい位置、ちょっとね今見えないかもしれませんが、あそこにね、ちょっと設置をねしていこうかなというふうに思います。はい、あらかたね、組み終わりました。あそこに照明があって、でここにね、カメラをセッティングしました。まあ大体ね思い通りのセッティングになったんですけれども、まあ今後ね撮影をしながら微調整はねしていかないといけないかなというふうに思ってます。またですね、あのクランプとか、まあ、各所にですね4分の1インチネジとか空いているので、まあ、例えばガンマイクをつけてみたりだとか、まあ、小型のね照明をつけてみたりして、まああの商品レビューするときとかのね商品を照らすライトとか、そういうものを取り付けるのもありなんじゃないかなというふうに思ってます。
で、あとですね、俯瞰撮影もねやりたいなというふうに思っているので、今回ねオートポールを設置したことでだいぶねスマートになったので、今度はねこっち側にもう一本ねオートポールを立てて、でもう一個ねポールを出して俯瞰撮影をするみたいなねこともやりたいなというふうに思ってますので、まあその時はねまたご紹介したいなというふうに思います。はい、というわけでね、今回の動画とりあえずね、大満足でございます。はい、というわけでね、またの機会にお会いしましょう。エマークでした。さよなら。バイバーイ。